ちょっと、僕だよ、助けだよ。うわ、助けくんだった。ごめん、トンボの格好をしているから。ひどいな。僕はトンボだからね、トンボの格好をしているのは当たり前でしょ。ところで、江東区って都会でマンションが多いイメージだけど、結構自然があるのを知っている？自然？そうだな、大きな川がたくさんあるよね。そうそう、隅田川と荒川に挟まれた江東区には豊かな水辺の環境があるんだよ。そうね、荒川にはよく行って川の近くをお散歩してるわ。とても気持ちいい。江東区はたくさんの自然に恵まれているんだ。どんな自然があるの？春は大横川にたくさんの桜の花が咲く。それに水辺にはいろんな生物がいるよ。これはカワセミ。うわあ、綺麗な色。くちばしの赤が目立つのがバン、頬から首が赤いのがカイツブリ。水辺には鳥が集まるんだね。今度ちゃんと観察してみよう。水辺にはボラやハゼも泳いでいるから探してみるといいよ。江東区は思ったより自然豊かなんだね。なんだか嬉しくなってきた。でも最近は地球温暖化の影響によって自然環境も大きな影響を受けているんだ。江東区の自然もだんだん変わっていく可能性があるんだよ。え？どういうことなの？ハローエブリバディ、私のこと呼んだ？わっ、びっくり、突然現れた。温暖化って聞こえたから来たのよ。私は地球温暖化やエコな生活を研究しているドクターチチンプイだからね。地球温暖化はもはや地球全体の問題なのよ。コウト君、コウコちゃん、今の地球の状況って知ってる？あまり考えたことなかったかもしれない。そうだね。まず今の地球のことを知って、今何が起きてるのかを考えてみない？うん、知りたい。じゃあ出かけよう。どこに行くの？地球全体が見えるとこ、つまり宇宙だよ。まずは宇宙から地球を見てみよう。まずは自分の目で見ることが大切ね。もちろん私もついていくわ。宇宙？キャー！瞬間移動で宇宙に来たよ。はあ、目が回った。タスケくんは何でもできるんだな。まあね、地球を守るためなら何でもするよ。ほら見て、宇宙から見た地球よ。宇宙から見る地球は綺麗だね。うん、青くて本当に感動する。地球には海や陸地や空がある。そして陸地には砂漠や熱帯など様々な環境があり、そこにはたくさんの動物や魚、虫、植物が生きているんだよ。僕たちの地球ってすごいね。生命にあふれた星なんだね。うん、生き物が生き生きしているわ。この美しい星には現在78億人もの人が住んでいるんだよ。そんなに人がいるんだ。そんな僕たちの地球が今危機に瀕しているんだよ。え、どういうこと？大きな問題は地球の温暖化が止まらないことなんだ。温暖化が止まらないことがなんで地球の危機なの？僕もちゃんと知りたい。そこはチチンプイ博士が説明。地球温暖化の問題は私たち人間が引き起こしたものなのよ。私のエコチャンネルの地球温暖化のところを見ればわかるわ。地球の温度はどんどん上がっているの。1880年から2012年の約130年間で 0.85 度も上がっている。近年は地球温暖化のスピードがさらに加速して、2000年から
2100年の100年間で 0.85 度の約6倍。気温が今世紀のうちに 4.8 度も上昇する可能性があるの。地球温暖化のスピードってそんなに上がってるんだ。そうなると夏は40度を超える日も出てくるんだ。40度って言ったらお風呂の温度くらい？それじゃあ外で遊べないじゃん。でもどうして地球が暑くなっているの？地球の表面は主に窒素や酸素、二酸化炭素などの大気が取り巻いているんだけど、大気の中には二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスと呼ばれているガスがあるの。温室効果ガスは太陽から放出される熱を地球に閉じ込めて地表を温める働きがあり、地球の平均気温を寒すぎないよう一定に保ってきたわけ。温室効果ガスがなくなった場合、地球の表面温度はマイナス19度になるとされているのよ。だから生き物が快適に暮らせてきたわけだね。でも今この温室効果ガスがどんどん増えていて、その結果地球を温める効果が高まり、どんどん地球が暑くなっているの。温室効果ガスの代表は二酸化炭素。人間が石炭や石油などを大量に燃やすようになって、大量の二酸化炭素が放出されるようになったの。人間が大量の二酸化炭素を出している？本当？もう少し詳しく教えて。例えばガソリンを燃やして動く自動車、灯油やガスを燃やす暖房も二酸化炭素を出しているの。自動車が発明される前には移動に馬を使ったりしていたのよ。でも今では世界各国でたくさんの自動車が走っている。そうしたことからも二酸化炭素がどんどん増えるのがわかるでしょ。自動車がない頃があったんだ。それから電気。日本で最も多くの電気を作っているのが石炭や石油、液化天然ガスなどを燃やして電気を作る火力発電所。石炭や石油を燃やすから大量の二酸化炭素が出されているの。電気って石炭や石油を燃やして作っているんだ。家の中を見てみましょう。テレビやパソコン、お風呂、エアコン、冷蔵庫、照明など、私たちは多くの機器を使って生活している。これは多くの電気を使っているということ。電気って私たちの生活でたくさん使うよね。生活しているだけでたくさんの二酸化炭素が出ているんだ。このまま何もしないとどうなるでしょう。将来私たちの大事な地球は暑くて砂漠が広がる赤い地球になってしまう危険があるの。いや、現にそういった土地も今どんどん増えているのよ。みんなで地球の危機を救う行動をしないと。地球温暖化の問題、大体わかったかな？温暖化で地球が暑くなるのは分かったけど、話が大きすぎてピンとこないところもあるかな。暑くなるだけなら我慢すればなんとかなる？そういうわけにもいかないんだ。今遠く離れた場所で地球温暖化の影響によって命が危ない生き物がいるんだ。暑くて我慢できないってこと？それだけじゃないんだ。この写真を見てごらん。これはホッキョクグマ？痩せているね。うん、ご飯食べられていないのかな。ホッキョクグマは氷を利用して餌であるアザラシの狩りをする。でも地球温暖化で北極の氷が溶けたせいでアザラシを取れなくなってしまった。お腹が空いてこんなに痩せてしまったんだね。このまま行くと北極グマは絶滅してしまうかもしれないのよ。そんなのひどいよ。クマは悪くないのに。かわいそうすぎるよ。そうだね。人間の生活が原因で様々な生き物が住む場所を追われ、
ホッキョクグマのように絶滅の危機に瀕している種もいる。人間の生活が原因なら僕たちに何かできることはないの？うん、私も何かしたい。じゃあ二人にはその方法について考えてもらおうかな。それじゃあ地球に戻るよ。クイズで勉強するからね。クイズで勉強か。一緒に頑張ろう。さっき説明した通り、私たちは日常生活の中でたくさんの二酸化炭素を出す原因を作っています。そこで二酸化炭素を出さないために私たちにどんなことができるのか一緒に考えましょう。そのヒントはエコな生活。なるべく余計な電気やガスなどのエネルギーを使わない生活をすることが地球温暖化の防止につながるの。ではクイズをしながら暮らしの中でみんなができることを考えていこう。みんなは毎日お風呂に入っていると思うけど、次のうちどんな入り方がエコで地球温暖化を防ぐために良い行動でしょうか。1、お風呂に一人で入る。2、お風呂にお湯をたくさん入れる。3、家族が続けてお風呂に入る。1でしょ？私はもう一人で入れるよ。3です。家族が続けて入ればお風呂のお湯が冷めないので再度お湯を温かくする必要がないからです。家の中で何度も開けたり閉めたりするとエコでないものは何でしょうか。1、ランドセル。2、冷蔵庫。3、お財布。冷蔵庫でしょう。夏に何度も開けていたらパパに叱られた。2の冷蔵庫だね。何度も開けたり閉めたりすると冷蔵庫内の温度が上がってまた下げるために電気を使うからエコじゃないんだ。冷蔵庫は無駄に開けないようにしよう。どちらが二酸化炭素を出す量が少ないでしょうか。1、自動車。2、電車。よくわかんないけど僕は電車が好きだから2にする。2の電車です。乗れる人が少ない自動車よりも大勢の人が乗れる電車の方が一人当たりの二酸化炭素を出す量が少なくエコなんです。なるべく電車を使う生活を心がけましょう。クーラーで使うときにエコなのは次のどれでしょうか。1、ずっとつけておく。2、小さいサイズのクーラーにする。3、窓のカーテンを閉める。2の小さいサイズ。3の窓のカーテンを閉めるだよ。窓のカーテンを閉めると窓ガラスから冷気が逃げにくくなってクーラーをガンガンかける必要がなくなるからね。宅配便の荷物の受け取りで正しいものは何でしょうか。1、1回で受け取るようにする。2、ちゃんとお礼を言う。3、本当に宅配便の人か確かめる。これって難しいよ。ママにちゃんとお礼を言うように言われているし、パパに本当の宅配の人かちゃんと確認しないとダメって言われたことある。そうそう、2も3も正しいです。でもエコ的に言えば1の1回で受け取るですね。何回も来てもらうのは自動車の利用の増加につながりエコじゃないでしょ。今日は宇宙に行ったりクイズをしたりで忙しい一日だったね。でも地球温暖化のこと勉強になった。うん、エコな生活が地球温暖化を防ぐんだって知ることができてよかった。江東区は2050年までに二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ江東区の実現を目指しているんだ。江東区の人たちは
環境の問題への意識は高いと思う。一人一人の力は小さいけど、みんなで頑張れば達成できるわ。だって地球の未来のためだから。すごいや、江東区って環境のことを考えてるんだね。これから一緒に頑張っていこう。僕たちが地球を守るんだ。